サイレントヒル2、前回の追加プレイしていきましょう。さて、アパートの探索の続きからですね。2階のこの廊下のところが行けるようになったんですけど、鍵使った後にちょっと音がずれてるのに気づいたんで、一旦戻ってます。こいつをボコったところまではやりました。もともと倒れてたんだけど、これが後から起き上がるような感じなのかっていうのはちょっとわからんね。で、結構あれだな、広いよね。全部なんか明るくしない？暗いんだけど。なんか全部なんか音がするな。お、お、ここか？違う、ダストシュート使うなって書いてあったよね。メダル？あれ？取った？取ってないよね。取るべきではない的な判断なのか？あそこなんか赤いんだけど、ここか？敵。明らかにいる音がす、こっちじゃないのか。ああ、渡れる。そしてなんか、多分セーブがある。いや、本当に暗いな、ここ。なんもない。何？何？何？なんか思い出すような感じだったけど、行けるとこがあんまないな。やっぱここ渡るしかないのか。壊しとこうね、一応ね。何が出てくるか分かんないからね。そういう作品じゃないんだろうけど。こっちなんもなし。これは？現在改装工事を実施しています。住民の方は本棟3階には立ち入らないでください。本棟、鍵か。持ってないな。てかセーブじゃないのかここ。なんか赤いだけか。ここはだいぶいけないとこ多いな。入れる。はい、急に入れるとちょっとびっくりするな。入れない方がいいとは言わないけど。だからハンドガンをくれって。ずっと言ってるでしょ？だから、そんなにハンドガンの弾ばっかあっても、困るのよ。ありがとう。ありがとう。よし。でもあんまりさ、これメインで使いたくないというか、弾がこんだけ少ないってことはさ、メインは違う、こっちじゃない。メインはこっちじゃないと多分。あ、違うのか。両方普通に持てるんだ。あ、めちゃくちゃいいな。よし。これはでもハンドガン部屋か。特になんもなしかな。なんだ？子供か？
おお、なんかついてる。俺割らなかったっけ？寝てんのかな？ん？違うか。俺何もやってなかったかな。え、さっきの声は、あ、212号室向かいか。向かいか。暗っ。よし。なんか音がするような、しないような、なんかないか。あった。よしよし。こっちかな。あ、でもそこもなんかいけそう。あ、こっちいける。なんかないか。喫煙所か。こっちからこっち側に行ける。ん？ん？ん？なんかいたな。なんかいたけど、これあ、ちょ、あ、やべ、いった。いや、くそ。はい、はい。危ない。あいつ早いんだよな。いった。おい、おら、危ない。よし、よし、オッケー。危ない。強いんだな、彼は。強いんだ。これなんだ？違う。え？キャリアも最初の一歩から。キャリア？なんの印だこれ。警察なのかな？キャリアっていうとなんかそういうイメージがあるけどね。まだなんかガリガリ言ってるってことは近くにいるんだよね。いるんのか。でもさっき逃げたやつがまだ、あ、なんか鳴ってる。おら、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 逃がすかよ。這いずってるやつは1いる。吐いてくるんだよなあいつな。回復、いやー、ハンドガンな。どっちが貴重なんだろうな。危ない。よし、いった。マジか。よし、はい、おぎい、はい、はい。よし、やったな。やったか。こっから外行けるけど、その前に中かな。結構行けるな。結構行けちゃうな。ハンドガンの弾、意外とか。あんまり、そもそもハンドガンが強くない可能性もあるのか。あ、おお、え、え、え、なに、なにこれ。あ、これ隣の部屋覗けんのか、これ。
何これ、どういうこと。私は、君は私が残酷だと思っているんだろう。だがそれは違う。この牢獄は君自身が作り出したもの。私は君がそれを作り上げるのを、世界を、自分の視界から切り離すのを、自分自身の暗闇に埋めるのを眺めてきただけだ。その選択は君自身のもの。君が何度も何度も何度もそれを作るのをただ見てきた。今回もきっとそれは変わらない。そして今回も私はいる。ただ眺めながら。なんか超越者みたいなやつがいんのか。なん、ん、あ、いける。ここいけるん、ちょっと待ってくれ。だったらさっきのところをもうちょっとちゃんと調べときたい。明らかにでもいるんだよな。どこ？どこ？あれ？どっち？強い方？弱い方だ。よし。おら。危ない。おら。よし。はい。これさ。実は本当の人でしたみたいなパターンない？そのなんかおかしくなってたみたいなさ話とかもあったけどさ。いやー、やば、危な、やばい、危ない。あいつちゃんと戦わないといけないんだよな。はい。おら。よし。これは違うか。見れるところが多いと結構あれだな。困るな。あんまり弾は使いたくないんだけど、それで、あ、いや、でも結構くれるな。今26発でしょ。でもボスが来た時にな、めっちゃ撃ちたいんだよな。ボス専用に取っときたい。いや、近接がさ、もうなんか、ダメな敵は多分いないだろうけどさ。ちょっとこっち先見とくか。行けるところがね、やっぱ多いんだけど。206号室より奥はないと。なんだ？え？え？ええ？右手では屋根が闇夜を貫き、左手では主なき足跡が家路につく。教えてほしい。彼のものは家、彼のものは家を見つけたのか。時間の流れは川のように彼を闇へと、闇夜の地獄へと誘うのか。何の話だ？わからん。これは？あー、ダイヤル錠か。数字をどうにか見つけないとって感じか。アイテムなし、鍵がいるんだね。あれ解かないと多分出れないよってことでしょ？ヒントとかって、いやこれがヒントなんでしょ？右手方向か。右手方向に、屋根。だから上のやつかな。で、天を貫き。だから上とかに、なんかその数字が書いてあったりするんじゃないかなって思ったんだけど、そんなに甘くないか。そんなに、あ、でも、あ、これ、これ ?7 とか書いてあんだよな。これ、それか、家路につく。左手が家路につくだから、
七か。で、他の右手が天のなんちゃらって書いてあったから、それの数字だと思うんだけど、上と、11? あ、川、これ10、最後だ。なんだっけ。あー、ボン、バカ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 。落ち着いて飲んでんじゃねえ。屋根が、闇を貫き、屋根。屋根。これ家の、あれだよね、足跡のやつだよね。体力回復してたら飲まないようにしてほしい。押しちゃうんだって間違えて。あれだ !13 だ。じゃあ、右に13。川はどっちなんだ、右か、右に、13。左に、7でいいのかな ?OK。なんだこれ。コイン、男。女もあるんだろうな。鋼鉄の鍵。OK。それで、これが、開けれるようになりましたようね。何？どっから？虫か？鍵がある。鍵があるけど、あ、お前、おら、おら、よし。オッケー。虫にも全力を出す男。かっこいいね。栄養ドリンク、本当に無駄にしたら引きずっちゃうよ、もうずっとだよ、もうこれは。永遠に引きずってしまう。弾本当に多いな。使っていいのか？いやー、罠か、これ。ボス戦でめちゃんこ使うよってことかな。あ、ここ結局、ここ開けないといけなかったんだ。はいはいはい。ここを出て、これか。どこのドアが、どうだって？ 2 階の小さな階段のドアを開ける。2階の小さな階段？これ上か？上のやつか？小さな階段。でも行けるようになってるから、あー、いる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 ー。入ってこい。入ってこい、入ってこい。あ、やべ。いた、つ。はい、はい。いたれ。あ、くそ。タイミングが悪い。ああ、さっきのやつ今使いたかったな。これか。こんな鍵だ。鍵が消滅した。これはあれか。4だね。びっくりした。なんかいた？いなかった？一瞬なんか。え？幻覚？はい。ということで、じゃあこれ一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。